とりあえず進めるか。さすがにチンタラしすぎたな。無限に寄り道しちゃう。ほい。捕まんなかったな。そして怒り出した。切れ出した。捕まん、え、なんだあれ、なんだあいつ。あ、滅ぼうしか。間違えて、でも投げちゃった。後ろ姿わかんなすぎ、あいつ。新種のなんかあれかと思ったわ。なんだっけ、あの電気と悪のやつ。モルペコだ、モルペコかと思った。なんか色が。ほい。進めよう、進めようって進めてない。なんかコダックめっちゃいるな。なんか今ヒゲ背面取りしてそう。捕まえたかず、もうちょいで6か。こんにちは。なんか急に近代的な施設、近代的かわかんないけど、作りが近代的。ビーダルいるじゃん。なんだこいつ。なんか古式なんちゃらな女性みたいな、陰の者の顔してるこいつ。ババアじゃねえか、ただの。あたしゃ、ユーガオ真珠団のキャプテンさね。おや、神なぎの笛、あなたが時空の裂け目から落ちてきた人間なのかい。そうです。なるほどね。あなたの話は聞きましたよ。荒ぶるバサギリを沈めたと。それで助かった人もいますが、他に方法はなかったのかね。だってポケモンは力ずくで黙らせたようなものでしょう。しかもあなたはボールとやらでポケモンを捕まえまくるとか。そのような銀河団の力は借りません。もちろん金剛団の力も。ひなつという娘が助力を申し出ましたが、金剛団と力を合わせるなんてねえ。さあお行きなさい。わしにはやらねばならないことがたくさんあるんですからね。クソババアじゃねえか。後ろから蹴っ飛ばしてやろうかな。池倉、蹴っ飛ばせ。グラさん、キングを沈めた腕前、自分に見せてくださいな。お、シロナさん。こいつ、空気読まなすぎじゃね？急にバトル始まるんだけど。このゲームさ、バトルの始まり唐突じゃない？前触れもなくいきなり始まるんだけど。何なんだ、一体。意味わかんねえわ。急に始まるじゃん。レベル高っ。力技電光石火しかねえ。いや、力技2回でも倒せないか。何？早技。ドレインキッス。あ、強いな。え、回復しすぎなんだけど。ちょっと待って、俺。めっちゃ、俺負けるかも、こいつに。こいつに負けるかも。いや、電光石火2回打てる。俺、イーブ死ぬかな？つえー、マジで。これやばいな。一番いらないポケモンって誰だ。とりあえずそのうちレギュラーから外した。こいつを生贄に捧げて、イーブ復活させるか。イーブ経験値欲しいから。こいつ多分そのうちもっとかっこいい水ポケモン来たら外れるだろうから。元気のかけら使ってやるか。経験値的な意味で。だ、これやべえ。何がやべえ。トゲピの HP が全然減ってない。やべえ、超強いんだけど。どうしたらいいんだ、マジで。どうしたらいい。勝てる気しねえんだけど。ピカチュウだな、これ。電磁波からの運ゲーしかない。超強えわ。ピカチュウたくさん行動できる。よし、電磁波当てろよ。よしよしよし。運ゲーしかない。で、ここで
力技電磁波とかあんの？力技電気ショック。力技で攻めていくしかない。これ早技ってなんかあんま使う気にならないね。威力下がるし。早技、ここで引いていくんだ。せっかく瞑想するの深まるやばい。こいつタイプ相性ご存知なんだけど、これさ、出した瞬間技出すの強くないか。急所ってお前やべえ。あ、ムクバートがいるわ。地面タイプには飛行タイプ。これ強いな、マジで。ひるませるしかない。ひるめ。あ、めっちゃ入るね。ここで、安らでいいか。お前さあ、マジで。竜巻。強いな。ん？おいおいおい、これ死ぬじゃん、絶対。うざ、ちょ、強すぎんだけど、敵が。敵が強すぎるっぴ。もうどうしたらいいんだこれ。トゲピーのあれはなくなったから、ストライク2回行動できる。銀色の風いけ。ストライクナイス。ストライク飛んでるのいいな。いや、瞑想なくなって、よしよしよし。いくか。力技銀色の風。え、こいつフェアリータイプだっけ。忘れてた。やべ、忘れてた。めっちゃ入った。攻めのち、おお、来た。効かんな。急所か。回復しすぎなんだけど。ツバメ返しでいいか、これ普通に。必中だしな。強い。いや、これストライクいなかったら終わってた、マジで。超強かった。なんか知んないけど、うん、なんと卓越した指示。いやいや、楽しい時間でしたね。やっぱ俺のポケモンレベル低い説濃厚だわ。どいつもこいつもレベル低すぎる。おお、回復してくれた。だって一回バトルするごとにめちゃくちゃ苦戦するもんな。石板ってなんすか。そうなんですよ、隋の遺跡に残されている石板の一部が盗掘されたのです。へえ、噂に聞いたことはありませんか。野党三姉妹、一応紹介もちょくちょく襲われ迷惑を被っているのです。なんかやべえやつがいるんだな。99歳なのこいつマジで死にかけのババアじゃん。あいつが死んだら、あのビーダラもらってやるか。遺跡を荒らすなんて自分としても許せません。そういえば湿地ベースの近くで焚き火跡を見たことがありますが、なんかあったね。 あれなんか野党がいる、いたみたいな感じなのかな。あ、石板取り返せばこいつも話を聞いてくれる的な、そういう感じなんだね。なるほどな。あ、そう、忘れてた、こいつの存在。こいつの存在忘れてた。忘れてた、こいつの存在。めちゃくちゃナチュラルに忘れてた。落ちそう、これ落ちそう、怖っ。お、ピカチュウいる。ピカチュウ黙れ。いや、あ、ん、何今の、何これ。あ、殴られてんのか。ふざけんなマジで。そういうこと。死んだんですけど。ふざけんな、なんか物めっちゃ落としたし、金の玉落としちゃったんだけど。はぁ、ふざけんなマジで。なんだおら、まあ、こんなんで死ぬってどうなってんだお前。まずクラフトしとくか。何これ、ヒ素やかスプレー。ああ、なるほどね。虫除けスプレーみたいな。めっちゃ物落としちゃったし、最悪だ。なんで俺は死んじまったんだ。
めちゃくちゃポケモンに襲われるじゃん、この世界。ま、こいつかな、俺のこと襲ったやつ。なんか俺にピカチュウいるっぽい。あ、パラスがいる。パラスが俺のこと襲ったやつ、もしかして。あいつか？ダメだ、あいつ。取り尽くしもない。スピードスターだ。危な。すぐ喧嘩打って。この世界のポケモンたちマジで凶暴すぎるな。落とした毒ってなんかマインクラフトみたいに回収できないの？これか、焚き火だと。さっきもあったな。なんで死んじまったんだ俺は。焚き火の跡がある。誰かがここにいたようだ。そのようですね。誰だい今の歩き方は。手だれのようだけど。これかやっと三姉妹。なんか鈴音みたいなやついるけど、こんなとこまでやってくる人間の目的なんて一つ。うちらやっと三姉妹を捕らえに来たか。姉上、帰り討ちに遭う哀れなこいつに名乗ってやりましょう。時はいいと呼ばれる松のように、いつまでも若く美しい長女のお松。枯れるどころか、次々と新芽を咲かせ、繁栄を体験する地上を竹。繁栄を体験する。だから大丈夫ですか、このゲームでそんな言って。寒い冬に流行るの訪れを知らせる、可憐にして気高さの象徴、三女のお梅。それもそれってブスばっかだな。私たちは東三姉妹、その名も松竹梅。はあ、これまだバトル始まんの？絶対、でもこいつは多分強そうだな。いや俺のポケモンがレベル低すぎるんだから。ドクロックってなんか強そう。タイプ相性も悪い。 EV は23レベル。そしたら速攻で殴るのやめてくんねえかな。おはははい。マジかよ。マストライクだな。格闘だからあいつ。これさ、何も選択の余地なくさ、急に殺されるのマジで理不尽だよな。この世界のポケモンバトルなんかおかしいわマジで。決着。イーブ死んだだけだった。これ数の暴力で押していくしかないな。ほら、EV だけ上がんねえし、レベルで死んじゃったから。あ、なんか新しい技来た。石場のほう、え、こんなんでいいんすか。ガチグマのためなんだよな。夕顔なんかどうでもいいわ。ふーん、人様のために働くなんて首相の心がけだね。関心だね。だけどね、私たちにはそんな余裕はないのよ。生きていくのに必死でさ。それに銀河団に恨みがあるんだよ。つまりあんたも恨みし、痛みつけるよ。昔の歌を思い出したよ。久方の光、どけき春の日に、しずこごろなく花の散るラムってね。だ、あいつら。とりあえずこの瀕死のイーブイちゃん、なんとかしてあげたいな。なんか青い石がある。気になるけど、これ毎回さ、ベース行って休むのめんどくせえし、レベル低い。これあれだな、裏でこっそり育てるかポケモン。これ毎回こんなんやったら大変すぎるぞ。だからストライクさんに助けてもらってるだけなんだけど、最近のバトル。なぜかストライクがちょっと強いから戦えてるけど、タイプ相性的な意味でもね。もっと探索とかガンガンしなきゃいけないんだろうな。あ、なんか生き生きなほど持ってこいってなんかあったな。なんでこれ、なんだこれ、これなんすか。ただの木だった。あ、おい、あれモンスターボール投げられてない。俺モンスターボール投げられてない。
なんか後ろから攻撃されてない？なんだこいつ。お、6匹になった。これだな、もうボールとか投げるときに怪しい乗ってるとやりづらいから、ちょっとしなんか長く移動しないときは乗らない方が楽まであるな。なんかさ、アゴイしなかった。でもなんかちょっと場所が違うな。こいつもどうでもいいんだよな。あ、怒らせちゃった、すいません。なんかやばそう。うわ、なんかやばそう。また死ぬこれ。また殺されるわ。また殺されるわこれ。あれか、これで逃げてるかダメなのか。これで立ち向かってレベル上げないとダメなのか。あ、分かってきたかも。そうか、捕まんないときにさっさと逃げるから良くないんだな。戦ってレベル上げないと次から、まあ、今回はちょっとあれなんだよね。ちょっとクエストもあるんで行きますけど、そういうことだな。リアさん、ご苦労様でした。石板も回収できましたね。夕顔さんが古いとか頑固とか言われてるのは知っていますよ。でもね、彼女は真珠さんとして若い時から苦労しながらも翡翠地方で青春を過ごしたのです。神王さんを信じてね。金剛団や銀河団が嫌いというより真珠団が好きすぎるのですね。さて、グラさん、ガチグマも沈めてくださいな。あらべるポケモンがいては危なくて商売もできません。なるほどね。よし、今日この辺にしとくか。お疲れ様でした。